僕ね、昨日、7時ぐらいに、7時とか8時ぐらいに帰ったんですけど、電車の中で今まで寝てまして、はい、多分4、5、中央線ね、4、5往復したんですけど、7いらっしゃい、ヒデ、ユウキいらっしゃいね、リーチ、大久保いらっしゃい、4、5往復してて、寝てました。で、今帰ってきた。確かね、7時とか6時ぐらいまでに電車乗ったんだけど、寝てました。ちなみにいらっしゃい。大月まで多分行ったと思うんだね。多分、起きたら立川なんだよ、毎回。毎回起きたら立川で、まだ立川なのと思って、時間見たらおかしいなと思って、往復してました。本当に。すいませんね。こんな時間に放送開いてまして。はい。それでですね、昨日ね、昨日ですね、リカピーと会ってきました。はい、YouTuber も行ったんだけど、YouTuber 行って、その間買い物して、YouTuber 行ったんですよ。その結果ですけど、指輪が戻ってきました。指輪をね、戻ってきまして、正式に、僕のね、結婚のお申し込みを、はい、結婚のね、お申し込みを受けていただきました。ありがとうございます。本当に。はい。無事ね、結婚の申し込みを受けていただいたということで、僕がね、今月の15日に、結婚の申し込みをしたんですけど、そのプロポーズの結果っていうのは、指輪を返してもらうことで、答えをくださいということだったんですけど、目の元いらっしゃい。はい。昨日ね、無事、会ってすぐに、いただきまして、結婚することになりましたので、はい。ありがとうございます。本当に。感謝です。あ、こういった時は出します。12月にならないと出せないので、彼女の方がね、2ヶ月半、約2ヶ月半なんだよ。離婚してからね。で、半、えっと、100日間は結婚ができないので、12月に、婚姻届を出そうかと考えております。はい。ありがとうございます、本当に。来月はナイスないで。頼むよ、38。協力してくれよ。お願いします。で、今までね、今まであの人の人生とかいろいろ聞いてきたんだけど、結婚生活がみんな、短いんですよ。短いの。1年もないんだな、みんな。結婚してから1年もないので、私の方はね、一生、ね、あいつのそばにいようと思ってますんで、はい。その気持ちは伝えました。頑張ろうと思います。それでですね、それともう一つ報告がありまして、はい、もう一つ、報告がありまして、なんと、なんとですね、初エッチをやることができました。ありがとうございます、本当に。やっと、この3ヶ月間ね、付き合ってきて、はい。3ヶ月間付き合ってきて、今日ね、初エッチがすることができました。はい。しかも完全にあちらからの誘いなんで、はい。YouTuber に行った後にカラオケボックス行かないってことで、前戯をし、カラオケボックスで前戯をし、その後、ラブホに行くことになりまして、はい、無事、
ハゼッチをすることがやっとできました。いやー、ちょ、本当に一応冗談抜きで、冗談抜きで、涙が出そうになった。すいません。嬉しくて、涙が出そうになっちゃった。情けない話、ただの初エッチごときなのに、マジで涙が出そうになった。やっと受け入れてもらえたのかなっていうふうに思ってさ、情けないよ。わかるよ。みんなの言ってることはわかるんだけど、3ヶ月間我慢した結果だよ、これが。で、時間がなかったんでね、ちょっとね、今日お子さんに会う予定あったので、ちょっと時間がなかったんですけど、まあ、無事済ますことができました。はい。童貞卒業です。ある意味童貞卒業です。いや、受け入れてもらって本当に嬉しい。今も泣いてます。泣いてないよ。はい。嬉しかったね。本当に。じゃあ、童貞っていうか、ある意味童貞でしょ、リカピートは。ぎっちりでして。なんか声がおかしい。あ、多分、酒焼け、昨日酒飲んでたから。立ってらす。ゆっくり寝るし。はい。前儀中におまんこもベロンベロンになめました。はい。乳首もベロベロになめました。13回もやる時間なかったのよ。一足ありがとうございます。さらに愛深まった。なんだろう。俺の感想はだけど、相手がやっと、別にエッチをやったからってことじゃなく、俺のことを少し信用してくれたかなとは思ってる。これは今回エッチやったからとかそういうことじゃなく、やっとなんか俺のことを信用、信頼。信じることに、人を信じることにすごい臆病になっている子なので、少し信じてもらえたかなと思ってます。はい。歯医者行ってない。まあ認め、自分がね、自分の彼女に認めてもらえたことは、すごく嬉しいことです。本当に。だからちょっと涙が出そうになったっていうのもあります。あ、NG さんいらっしゃい。ボックス違うんだよ。時間がなくて、終電までの時間がなくて、終電に帰ろうと思ってたので、で、カラオケボックス行かないっていうふうに言われて、そうそう。で、カラオケボックス行って、まあ、そういうことになったという感じかな。初エッチおめでとう、ありがとうございます。84号さん、ありがとうございます。気持ちよかった。マジで。で、カラオケボックスで途中までやったんだよ、途中まで。ただ、そうそう、途中までやったんだけど、まあ、時間がなくて、カラオケボックスまでは生です。ゴムがないんでね、生だったんだけど、で、途中でやめて、で、その後に YouTuber 行って、YouTuber で俺寝ちゃって、で、その後カラオケ、ラブホに行ったって感じですか。はい。そうそう。生挿入までは行きました、とりあえず。で、まあ、ホテルではね、もちろんゴムしましたけど。何歳だよ、お前。いや、22個はそう言われてもしょうがないけど。はい。ありがとうございます。で、僕の念願のね、リカピーとお風呂入りたいっていう、願いも叶いまして、はい、お風呂も入ることができました、一緒に。嬉しかったな、それも。いや、本当ね、子供みたいだけど、本当嬉しかったんだって。カラオケボックスで前期やめて、すいません。
あれ、本当に皆さんにね、まあごく、リカピーって最初イメージが悪かったでしょ。俺の放送で。俺の放送のリスナーさんには、イメージが悪かったんだけど、やっとね、本人がいろいろなことについて、まあ暴露話だったりとか、暴露のね、嘘話だったりとかいろいろありましたけど、やっとなんか俺に、その暴露の前だからね、暴露話とか暴露じゃ、あ、暴露の嘘話とかそういうことがある前から、俺はいろんなことを聞いてた。年齢も本名もそうだし、いろんなことを聞いてたのよ、俺は。でもなんかそれからね、すごく、なんだろう。あいつ自身が俺に、他のね、皆さんが知らないようなことを、なんか自分の人生について語ってくれることが最近増えたのよ、すごく。なんかそれが一番嬉しいかな。今回のエッチももちろんね、それは嬉しいよ。体許してくれたっていうのは嬉しいんだけど、なんかそれまでに作ってきたものっていうのをやっと俺が信用されたかなとは思ってる。本当に嬉しい。冗談抜きで。ごめんだけど、本当に泣きそうになった。今ね、心開きかけてる、くれてるんだろうな。そうだと思う。あ、花火ありがとう、スケート、ありがとうございます。DV 前やらして。泣いていいんだぞ。いや、本当に嬉しい、マジで、26を。みんなにはちょっと気持ちわかんないと思うんだけど、ただエッチしただけとしか思ってないかもしれないけど、林ありがとう。多分、思ってないんだろうけど、俺には結構この3ヶ月間で相手がね、人間不信なので裏切られたりとかね、すぐ彼氏と付き合っても彼氏が懲役行ったりとかして別れての繰り返しだったので、すごく男に対して慎重というか、だから嬉しかったかな、本当に。いや、俺今回は、ちょっとマジで、リスナーさんに、ちょっと感謝している。お隣さんは犯罪者いらっしゃい。みんなが、お前騙されてるぞ、騙されてるぞっていうふうに言ってきたじゃん。でも、俺はあいつだけを信じたし、でもその中にもうちのリスナーさんでも応援してくれる人がいたんで、あいつを信じてきてよかったかなと思ってる。本当ありがとうございます。でね、あ、花水さんありがとうございます。で、一つ言っとく。これだけはね、訂正しとく。なんか一応ね、リカピーさんが生活保護だっていう噂がね、出てて、ね、ケロンってやつがなんか生活保護だどうこうだって言ったことについて、これははっきり断言しとくけど、あいつは生活保護ではありません。これははっきり言っとくよ。これは俺は知ってるから、俺は知ってるので、あいつは生活保護でも何でもないので、まずあの人が生活保護をもらうことはまず100%無理です。なぜかというと、親との交友関係がある中、ね、生活保護を受けることは無理です。生活保護というのは申請出す際に他に親族やら友人やら彼氏、そういう人間が生活を援助してくれるかしてくれないかっていう通知が行くわけだけど、そのことについては彼女はね、お母さんが絶対に全面的に過保護なので、お母さんはね、過保護なので、それを許可してないです。なんでそれはないです。それははっきり言っとく。他のことについては、真実の有無、ね、真実なのか真実じゃないのかっていうのは僕から言う言葉ではないので、まあね、あいつが来年、放送復活すると思うんで、来年の中旬ぐらいかな。中旬っても1月の中旬ぐらいに復活すると思うので、その時にね、あの人から言えることと言えないことはあると思うんですけど、真実を聞いてください。僕の方もね、そのことについては補佐しようと思ってますんで。あ、リカピーの年齢とかも、あの本人から聞いて。
そのことについても、こうやってネット上で噂になってる年齢ってあるでしょ。僕はもう皆さんが噂話を聞く前から本人から年齢も聞いてるし、本名も聞いてるし、いろんなことを聞いてます。はい。だから僕からすると結構笑える話っていうか、今更なのかよと思ったし、何言ってんだな。